皆さんこんにちは、アタックス Vlog の白石です。キャンプ棚から、まあ動画撮ってるんですけど、まあ、キャンプ棚もね、上の方ね、ちょっと拡張したりしてて、でだんだんね、物も増えてきたので、ちょっとずつね、物がどんどん増えてきてるのと、あとね、そろそろこっち側ね、こっち側のね、壁面をなんとかね、拡張したいなぁと、まあ、考えてるんですけど、今日はね、まあ、キャンプの話じゃなくて、綿ご飯ですよ、綿ご飯。ですね、綿ご飯ね、なんとかね、復活、再始動ということでね、ちょっと動画をね、新しいのをアップしました。まあ、今年、綿ご飯ね、なんとかやりたいっていうか、まあ、ペースとして戻したいなっていうのがあったんですけど、まあ、ことの始まりはですよ、綿ご飯をね、ちょっと止めてた理由なんですけど、まあね、うちのね、奥さん子供からちょっとね、まあいろいろ苦情がありまして、綿ご飯に関して。何の苦情かっていうと、まあもともと僕が動画を作るにあたって、普段まあ僕ご飯作ってるんですけどね、奥さん子供のご飯作ってるんですけど、そのルーチンの中に僕が撮影をするっていう行為をなんとか入れれるんじゃないかなと思って、まあ、始めたのがそもそものきっかけだったんですよ。で最初はまあそれでもよかったんですよ。だんだんやっぱり僕が仕事が忙しくなったり、やっぱ帰ってくる時間が普通の日だったり遅かったりね、まあいろいろあるんですけど、そっから料理を作りながら撮影をするっていうことがやっぱりどうしても出来上がるまでが遅くなるっていうのが一つあって、でね、どうしても夕飯がまあ遅くなるというまあちょっと症状がありまして、それにあたってうちの子供から、まあ撮影もいいんだけど早くご飯作ってくれないかなっていう話をね、ちょっとありましてね、まあそうなってくるとね、ちょっとさすがにそこを犠牲にしてまで、撮影はできんなっていうことで、まあ綿ご飯も47本ぐらいか動画作ったんですけどね、まあやめるかと、まあやめるかっていうか、ちょっと一回見直してみようっていうことで、全然撮らなかったんですよ。何回かね、撮ったんですけどね、編集するに至らず、まあ今になってたんですけど、まあちょっとね、ここ2、3週間ぐらいね、まあ綿ご飯なんとかやりたいなということでね、やっぱね、キャンプ始めたことによって、キャンプ飯をまあやりたいっていうのもあったから、だったらまあ今のこの Vlog でやるよりかは、まあキャンプ飯もその綿ご飯の中で盛り込んでいきたいなっていう話をね、まあちょっとうちの奥さんとかにもしたんですよね。まあやるのはいいんだけど、問題はどういうふうにやるかっていうところに、まあ、まあ焦点いくわけですよ。まあ同じようにね、作りながら撮りながらってなっちゃうと今度大変になっちゃうし、まあキャンプ飯に至っては屋外でやるかどうかっていうのはちょっとまた、これからのね、話になってくるんだけど、まあね、また料理をね、やりたいっていう、料理をやりたいっていうか、料理はもう毎日やってるから、料理動画をね、なんとかやりたいっていうその欲求が出てきてて、まあどうするかっていうのをちょっと考えたわけですよ。いろいろと考えたわけです。結果的に、家族のその日々の時間に影響がない範囲でなんとかやれないかなっていうことで、まあそうなってくるとね、普段作ってる時間とは別の時間軸で撮るっていうところにね、まあ解決方法の一つとしてね、ちょっと考えてみました。まあじゃあどうやって撮んのという話になってきてて、まあ今までね、その Vlog やってて、まあカメラだ、今のこの照明だとか、なんかいろいろ機材は揃えたんで、そういったね、ノウハウを今度料理動画に入れてみようっていうところにね、新しいチャレンジとして、考えてて。で、まあね、今回撮った動画は、もう全然今までとテイストが違う動画です。はい。まあ上からね、まあ俯瞰で撮って、作るところをまあ見せてんですけど、動画の長さも、割と短めにしてるんですよね。それは、僕の編集の都合っていうのもあるんですけど、まあ、なるべく編集時間をめちゃめちゃかけないとか、Vlog だったら、だいたい撮るクリップ数ってめちゃめちゃ多いんですよ。この前ね、キャンプ行った時なんかは、120クリップぐらい撮ってて、それをね、編集するっていうのは、まあ楽しいんだけど、料理でそんなに撮るテイクっていうか、まあショット数か。ショット数はないだろうから、
まあ、だったら俯瞰でやるのがね、一番いいかなと思って、まあ、結論そこに至りました。まあ、俯瞰でやるとね、某動画とちょっとやっぱ被るところがあるんだけど、やっぱあれね、理にかなってるわ。もうほんと、一周してやっぱそこに来たっていう風な、まあ、感じですかね。まあ、とはいえ、僕がもともとそのやりたかった動画の方針としては、あんまり派手なことはやりたくないんですよ。派手なことやりたくなくて、時短でかつ料理は簡単で楽しく美味しくっていう風なのをやっぱり主軸として置いてるんで、もうほんとね、見栄えがいい動画とか、すんげー凝ってる。作り方から何まで凝ってるみたいなのは、正直もう別の分野だと思うんです。僕はどっちかっていうと、もうちょっとライトな、料理。すごく簡単な料理だけど、楽しんで作って食べれるっていうところにやっぱ焦点を置いてるんで、まあそれだったらね、やっぱ上から釣って、すごくカット短く刻んでやった方がいいかなと思って、あのような動画になりました。映像のその方針とかもどっち、まあ、今今年僕のその動画の撮るテーマとしては割とシネマティックな感じで撮りたいなって思ってるんですよ。まあ、シネマティックって言うと、解釈がいろいろあるんですけど、雰囲気のある映像をとにかく撮りたいって思ってるんですよね。で、まあ、わたごはんの方もその雰囲気のある映像っていうのをまあ主軸に置いてるんで、この前挙げたスンドゥプに関しては、まあ、シネ4で撮ってはいるんですけど、まあ、そこからちょっとカラグレを少しだけして、まあ、アップしたような感じなんで、まあ、今までね、Vlog でやってたその映像のその編集だったりとか、カメラのこととか、あとカラグレのこととかっていうノウハウが、まあ、そのまま料理動画の方にもね、反映できてるっていうような感じです。まあそういうスタイルでね、ちょっとやっていきたいと思うので、まあ字幕に関しても入れていきますし、できればね、まあ、今回もね、英語字幕入れたんで、それをそのままね、やっていきたいと思います。多分いけるんじゃないかな。あのぐらいのテキスト量だったらそんなにかからなかったんで、多分できると思います。問題はね、撮影の方なんですよ。あの動画見てね、みんな結構ね、あの俯瞰の絵をどうやって作ったんだっていうのをね、まあいろいろ質問というか、声いただいてですね、まあちょっとその種明かしをね、今日していきます。まあいろいろ考えたんですよ。俯瞰で撮るにはまずどうしたらいいんだろうっていうところで、まあ、一番オーソドックスなのは、三脚にアームを三脚があって、それにこうアームをつけて俯瞰で撮るっていうのが一番まあ、スタンダードっていうか、やりやすいとは思うんですよ。ただ、うちのキッチンの構造上、対面式じゃないから、それが不可能だったんですね。で、なんとかして、その上から吊るせないかなっていうのを考えた時にですよ。僕前RX100M5 持ってた時に、俯瞰で撮ったことがあったんですよね。で、そのやり方を思い出して、それのアレンジをしました。で、RX100 で撮ってた時はどうやったかっていうと、あれですよ、プレートに雲台、90度曲がる雲台にカメラつけて、下に向かせるっていうやり方をやってたんですね。RX100M5 は軽かったから、それができたわけなんですよ。問題はこの、アルファ6500と、シグマのレンズを含めると、まあ、なんだかんだで1キロぐらいの重さになっちゃうんで、1キロの重さのカメラをどうやって支えるんだっていう風なのを、まあ、それが一番課題だったんですよね。でですよ、いろいろ悩んだ結果、これを作りました。これ。こういうね、感じのね、台というか、置き台みたいなのをちょっと作ったんですね。これすごく簡単で、これベニヤなんですよ。下の面はベニヤで、ここにね、釘を打ってて、でこの柱となってる部分は、2x4 の、まあ、これですよ、このキャンプ棚のね、この柱の端材を使ってですね、まあ、こう T 字にまずしたんですよね。で、ここにプレートをですね、このビスでも止めてあって、あとはここに90度の、この自由雲台ってやつですか？こういう風にね、ぐりぐり回るやつがあるんで、これをね、まず作りました。これね、プレートとか、この、自由雲台に関しては、まあ、これ買ってないって言ったら語弊があるか。買ったけど家にあったんで、まあ、
今回の出費としては入ってないんですよね。でですね、どういう風にくっつけてるかっていうと、ここですよ、ここ。ここのね、自由運台の先っぽに、マンフロットのクイックシューをつけて、それでカメラをね、こういう風に下に向けてるんですね。ただ、これをそのまま置いちゃうと、カメラの重さで、くるんってこうひっくり返っちゃうんですよ。どうしてもこうひっくり返っちゃうんで、それをね、対応すべく、ここの面、これなんでこんなに広くしてるかっていうと、ここに重しを乗せるんですよ。重しを乗せる。でそうすることで、カメラがひっくり返らないっていう、仕組みを作りました。まあ、めちゃめちゃ簡単なんで、今回に至ってはこの床面のベニヤだけだったんで、200円。で作りました。問題はそれをどこに設置してるかっていうと、まあシンクのあたり、まあ普通の一般家庭のキッチンだと上こうグイって開ける扉があるんですけど、そこにね入れちゃってんですよ。でそこに入れて扉の中にまあしまってはいるんですけど、まあああいう扉の中って大体そうね、例えばレトルト食品とかパスタとか、まあ、ラーメンね、乾麺とかそういったのが入ってるので、その重みでカメラがひっくり返らないようにしてるっていう寸法なんですよね。なんでまあそれをねすることで真俯瞰のね撮影をすることがまずできました。まあ真俯瞰のね撮影はそれでできるんだけど、次にですよ。今これ使ってるレンズが 16mmF1.4 っていうその画角の、広いレンズを使ってるんで、どうしてもその上から吊っちゃうと、見えなくていいものが見えてくるんですよ。例えば、シンクの中が見えてきちゃうんで、いやーこれねーってレンズ買った方がいいのかなって思ったんですよね。シグマのレンズ、カバさん激推しのレンズを買った方がいいかなって思ったんですね。その高さとフレーミングを考えると、ただそうしなくてもできないかなって思ったんですよ。っていうのも確かに 30mmF1.4 で撮れる、まあそれで金で解決できれば一番いいんだけど、それだと寄りすぎじゃないっていう可能性も割とあって、いやーどうしよっかなーって思ってたところにですよ、この α6500 のそのカメラの中にズーム機能があって、全画素ズームっていうのがあるんですよ。僕もね今回それ使うまで全然知らなかったんですけど、カメラ機能の中でズームをすることができるんですけど、その全画素ズームだと2倍まで寄れるんですよね。ただそのズームした分画質が劣化するっていうのがちょっと気になってはいたんですけど、その全画素ズームをするとそんなに画質が低下しないっていうことなんで、今回ね試してみたんですよね。で大体ね今回設定したその倍率、ズームの倍率が 1.7 倍ぐらいなので、計算するとどのぐらいなんだろう、28mm から 30mm ぐらいのね画角で寄ったみたいな感じになってんですよね。で全画素ズーム何がいいかって、まあある程度は自分がその狙ってるフレーミングに収めれるっていうのが一番良くて、かつね割と細かいコントロールができるんですよ。なんでね、まあ、今回ねいつものごとく例によってその 4K で撮ってるんですけど、書き出した動画見たらね、全然劣化してる感じがなくて、めちゃめちゃ良かったんですよね。これね、驚きでした。まあ、レンズをね、買わなくても良かったっていうのはね、今回、出費を抑えることができて良かったです。あとね、これまだ検証してないことがあって、今回はスンドゥプ作ったんで、まあ、そんなにね、火をグラグラして、まあ、グラグラしてたけど、そんなに影響なかったんですけどね。湯気が出た時に、そのレンズが曇るか曇らないかって結構重要なんですよね。で、割と高さがあるから今回は曇らなかったんですけど、例えばパスタを茹でるとかって言って、その口の大きい鍋でグラグラした時に、レンズが曇る可能性も、まあ、なきにしもあらずかな。そうなったらね、
まあ、ちっちゃい扇風機か何かを使ってその湯気を避けるようにねちょっとしたいなと思ってます。まあ、あとはね火使うからどうしてもその熱の揺らぎみたいなのがね、まあ、今回コンロを使ったその周りに多少出てたから、まあそれはしょうがないですね、演出ということで。まあ割とねいい感じに今回はできたんじゃないかなと思ってます。というわけで今日は綿ご飯再始動についてのお話でした。この動画面白ければいいね評価とね、あとチャンネル登録よろしくお願いします。あとね綿ご飯の方をまたチャンネルフォローされてない方は、ぜひとも登録の方そちらもよろしくお願いします。それではまた。